南下しております。こちらの道の駅で走ってます。母の里道の駅です。ちょっと お昼ご飯食べようか、うん、トイレは綺麗ですよか、おじゅし、咲いてます、まだ。ツツジじゃないか。またね、また違うとこ。ちょっと道の駅行ってみましょう。こういうところです。感染対策。花勝負。花勝負が今、いっぱい咲いて写生大会やってるね。ちょっと中に行ってもらって、あ、お弁当がある。お弁当買っておくか。美味しそうなお弁当買っておくよ。もう湖だもんね。まんまにすぐ歩くで、農家もあるよ。農家もあるよな。朝11時からね。ちょっとランド、ちょっと狭いところだけどね。これでね。とアイス、とコーヒー。うん。今花場所。花場所？事件は？花場所？場所じゃない、場所。おすすめランチ1050円。これ行こうか。美味しそうやね。こっちは？品書き。道の駅見たらなんか美味しそうな弁当かな、やってみてたんですけど、これすごい安いじゃん。これいいよ。ちょっと今日はこれでね、この道の駅の奥にあるこのなんかパターゴルフ場と池があって、皆さん写生大会やってます。これね、ここでちょっとね、お昼ご飯にしました。休憩所もある。サバそうめん。サバそうめん。ねえ、こんなサバ。このね、道の駅の母の里の道の駅の弁当、これはここならではのね、なんだろうね、これ小鮎小鮎じゃないの佃煮みたいにして、これはウインナーにパンをやってあるし、これタケノコもさ、うん、あ、タケノコだね、うん、これもなんかたくさん売ってたよね、うん、細いやつが、うん、で、これサバ寿司でしょ、サバの味染みてる。で、こっちはサバ、焼きサバの寿司蒸しか、うん、寿司飯でね、関西でいうバッテラみたいなのを表面焼いたと。これでもおこわになって、あのこっちからの持ち込みだね、これクニックして美味しいよ。うん、あのタケノコご飯になってる、うん、これは何が入ってるの、なんか香りがある。でパイナップルとかね、デザート美味しいやつ、2番目持ってたから、うん、ここの産地、うん、これで締めて1000円ぐらいで終わっちゃったよ。助かったね。緑が綺麗でね、パターゴルフ場があって、道の駅の裏手です。はい、今ね、お弁当食べております。優雅な時間です、うん。ありがとうございます。うん、いろいろ人生頑張ってきたから、まあいいやな。うん、気持ちいいね。